そう、今私は部屋の掃除をしている。まあとても頑張ってるのね、私応援するわ。おや、ありがとうマイハニー、私掃除頑張る。でも掃除って気づいちゃダメダメ、バランス取るのよ。バランス取るの、バランス取るのよ、バランス取るのね、バランス取るのよ。あのディズニーの映画のなんかキャラが突然あのいきなりミュージカルに入り出すような感じをイメージしました。なんでもありません。というわけでね、ちょっと部屋の掃除をしてね、部屋が綺麗になったんだけども、ほうきを買いました。長ほうきですね、まあ、これぐらいの長さですね。でな、俺はふと思い出したんだ、ほうきバランスを。多分高校も俺バリバリやってたよ確か。なんかその学校のさ、その掃除の時間に、僕はもう掃除大嫌いなんで先生来る時以外掃除してなかったんですけども、手のひらにこうほうきを立てて、こうやってバランスを取ります。これをこの状態ね、この状態を何秒できるかっていうね、遊びがね、まあ今日はね、いかに俺がねこのほうきバランスをね長い時間できるかっていうのを貴様に教えようと思う。はいはいはい、もう今日はね、あんまりこうグダグダ言わずにもうパッパと結果ですよ、結果は全て。というわけでタイマー測ります。俺これ自分でやってるから測れるかな。じゃあいきます、じゃあいきます、あっ、じゃあいきます、用意。え、待って、俺これ自分一人でするもんじゃないでしょ。自分で押そう、で自分で止めるわ。なので多少誤差が出ると思います。用意スタート。あー、天才天才、こういう感じ、こういう感じです。平均はね、大体どうだろう、全然わかんないけど、この安定感、やっぱね、生まれ持った才能っていうかね、そういうのがやっぱあるんですよね。こうちょっと余裕を見せつつね、攻めていこうと思います。全然時間が分かりません。やばい、まあ軽くね、世間話でもしようと。あっ、お腹痛い、ミスった、お腹痛い、ちょっとお腹痛かったんでもう一回。あっ、あっ、まあ、危ない、やばい、なんか画面の外出たらチートとか言われるからあんまり出ないようにします。あっ、あっ、45秒でした。こんなはずじゃないんだよ。ロマンティック恋のアンテナは、用意スタート。ダーリンダーリン心の扉を、本当に最後、これガチで最後、一人5回までな。用意スタート。よし、これ本気な、これは本気です。重心を捉えろ。ほうきは何を持っている、ほうきは何を持っている、ほうきは何を持っている。ほうきの気持ちになる、ほうきの気持ちになる、ほうきの気持ちになる、ほうきの気持ちになるよ。落ち着け落ち着け、ほうきはね、まっすぐになりたいんだ。そうそうそう、その気持ち、その気持ち、そう、ほうきはまっすぐになりたい。できるだけ動きたくない、ほうき、ほうき、ババーボー。というわけで、ただいま27秒でした。ちょっと完全にね、ちょっと弱まってるんですけど、僕の記録は46秒ぐらいです。ぜひね、学校とかで掃除する機会がある人、やってみてはいかが、あ、やばい、やってみてはいかがでしょうか。俺のほうきバランスの記録抜いてみな。邪魔、やばい。